さてイーグルス先発の藤平です。前回の登板から中6日マウンドに上がりました。立ち上がりから素晴らしいボールを投げ込みました。先頭バッター荻野貴司からまず三振を取ります。そして当たっています2番の高部。高部も打ち取って2アウトで3番の中村。中村にはチェンジアップ使って最後はまっすぐで三振を取りました。立ち上がり2つの三振を取った藤平です。3回です。この回は岡から三振を取ります。この試合4つ目の三振で、この後2アウトになって荻野にフォアボールを与えますが、この後高部を打ち取ります。序盤3回無失点ピッチングでした。4回です。この回は山口、そしてこの後今日5番に入っています菅野、2者連続三振。4回で早くも6つ目の三振を取りました。さあマリーンズ先発は小島です。小島も素晴らしいピッチングをここまで展開していて5回です。先頭のオコエヒットで、この後ツーアウトランナー二塁一塁で小深田、この当たりをライトの岡が見失いました。小深田のタイムリー、イーグルスが思わぬ形で1点を先制します。さあ先制点をもらった藤平の6回です。先頭バッターにフォアボールを与えてノーアウトランナー一塁で、まあ、荻野を打ち取ったところ、ここで石井監督、藤平から2番手宮森へとスイッチします。その宮森ですけれども、まあ、ここピンチを迎えましたけれども、高部そして中村と打ち取りました。さあそして7回はソンチャーホーです。先頭バッターにフォアボールを与えてダイソーはスタートを切りましたけれども、キャッチャーの隅谷が刺しました。そしてその後菅野三振、佐藤からも三振を取りました。1対0で8回は西口です。ツーアウトを取ったところで代打レアード、そのレアードを空振り三振、3人で終えると9回は抑えの松井裕樹です。昨日に続く連投となりました。その松井2アウトを取って中村を最後セカンドゴロ打ち取ってゲームセット、1対0イーグルス勝って連勝。藤平今シーズン初勝利、そして本拠地ではプロ初本拠地での勝利ということになりました。